さあ、AD に抽出を決めた方にお配りしたアンケート用紙、回収をしています。書き終わったら、こちらのパソコン席の方まで持ってきてください。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。どうもどうも。うん、溝の口は行けそうな感じ。あ、本当ですか。ミニッツお待ちしてます。はい、お疲れです。どうもどうも。今年、来年コースレイアウトは何日になるの？3日です。3日。うん、はい、ありがとうございます。これちょっと薄いけど読める。はいはいはい、頑張ります。クロストックの予選サイズ全員のように。クロストックトップ誰だっけ？松島さんか。クロストックトップ松島さんだよね。うん、まあね、うん、モーターがすげえ速いって。オカピーさんそれ借りたらすげえ速くなってる。借りとけよ。あん時。あ、まあね、で借りといて使わないで分解して調べる。なぜ早いのか。はい、それでは時間になりました。 B メイン決勝レース始めていきます。それではマーシャルはモディファイの A メイン決まってる方です。プロストック B メイン決勝レースは伊藤選手、藤原選手、広瀬選手、望月選手、一さん、榎本選手、岩井選手の順、これ予選の成績順で立ち位置決めましょう。まず伊藤選手から乗ってください。選手、その次は藤原選手乗ってください。その次は広瀬選手、その次望月さん、さあ藤原選手が電圧オーバーしてるのか。
さあ、藤原選手の次は広瀬選手乗ってください。その次は望月選手、その次は市さんです。その次が、榎本君、最後に岩井選手が乗ってください。それではマーシャルはモディファイの A メインの方お願いいたします。5名合わせて、確定した人のアンケート用紙も回収を行っています。フロストックが全員集まった。はい、ホンダ確認しています。はい、徐々にだんだん OK になってますよ。はいはいはい、藤原さんはやらないんだね。榎本君と最後岩井さん、はい、藤原選手以外 OK です。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうもどうも。はい、それでは並べてあげてください。すいません、路面に書いてあります。一番前が伊藤選手でしょ。2番が、あれ、2番が藤原さん、3番広瀬、4番望月、望月さん前出てきて、5番が市さん、6番榎本君、最後尾から岩井選手が行きます。その並びで OK です。どうした？ああ、そうなんだ。藤原選手は車電圧オーバー、プロコア電圧ダウンです。さあ、この間にね、スタート音練習で聞いてもらいます。これ、他のメインも全部一緒です。これ練習ですからね、スタートしないでください。それでは、スタートしますという練習です。で、静寂が続いた後、これでスタートです。EPS で J ではいつもの同じ意味のタイミング。さあ、このあと8分後、上位3名の選手が A メイン進出です。もう B メインはタイムではありません、順位です。いいですか？はい、それではマーシャルも OK ですね。それではスタートします。プロストッククラスの B メインレーススタートします。はい、 OK です。さあ、伊藤選手がふらついてしまった。さあ、抜け出てきたのはあれは市さんか、市村選手です。今日香水した選手。そして2番手にあれ望月さんですね。3番手が白一色、これは伊藤選手か。伊藤選手マシンがふらついている。さあ、3番手に榎本選手が入ってきている。さあ、望月選手は市さんをかわしたトップ、望月、市村、そして3番手に藤原が来た。4番手伊藤、広瀬、榎本、岩井のオーダー。さあ、望月選手はこれ大切にいきたい。市さんもここですね、ポール見せ所です。30秒経過したところ、ファーステストは3番手を走る藤原選手、9秒60が出ています。さあ、早くもトップはバックマーカーが出てきます。岩井さん後ろからトップです。白緑がトップです。黄色が2番です。岩井さん2番手来ます。3番手がオレンジ白の藤原選手。ありがとうありがとう。1分経過。さあ、市さんちょっとミスった。後ろの後ろ、3番手藤原選手が来ます。さあ、その後ろから伊藤選手も来ている。白一さん、一さんを思わず譲ってしまった。藤原、伊藤がその横を通っていく。トップ3が望月、藤原、伊藤に勝っています。伊藤選手は白一色、ファーステスは伊藤選手、9秒37が出ている。広瀬選手前の週9秒7、現在5番手です。トップは望月、藤原、伊藤、市村、広瀬、榎本、岩井のオーダー。あー、伊藤選手が壊れたという情報。コース上が6台、あ、1台止まって、あ、大丈夫ですね。岩井選手でした。さあ、榎本選手もマシンがおかしい。さあ、2台が回収になってしまった。さあ、コース上5台になっています。トップ望月、藤原選手が1秒後ろ、3番手が市さん2秒6。さあ、4番手の広瀬選手、勝ち上がりをかけた広瀬ですが、4秒6の差をつけられている。
さあ広瀬選手はね、黄色い一色、あれが3番手の内村選手ですが、1コーナーで見せてしまった4番手。さあ意外と荒れています。2分20秒経過、2台が消えているレース序盤。トップは1周目から望月選手が現在トップ。2番手藤原選手が 1.7 秒、3番手一さん3秒8です。4番手広瀬、5番手岩井選手です。岩井選手の10秒88です。さあ望月選手ミスがあったのか、1回13秒台がありますね。藤原選手がトップに勝った模様。2番手が望月選手 1.7 秒、3番手一さん2秒5、広瀬選手は勝ち上がりまで6秒6。3分経過。さあ岩井さん後ろからね、4番手が来ます。勝ち上がりで、ね、勝つという男です。3分15秒になる。さあ広瀬選手が一さん捉えることができるのか。黄色いマシンが現在3番手です。5秒です。広瀬選手5秒。さあそして5番手が岩井選手です。コース上が5台になっている。さあ私が見てない間に藤原選手にミスがありました。1回14秒台がある。2番手落ちています。藤原選手再びホワイトグリーン、望月選手がトップ、その後ろ藤原選手が2秒3、黄色が3番手1さん2秒4、そして広瀬選手がやってくる。3秒差、1さん前、広瀬選手前に見える黄色、あれが勝ち上がりです。4分経過、折り返しです。岩井さんありがとう。岩井さんね、次で勝ち上がりをかけた4番手が来ます。ありがとう、大きく読めてくれました。4分15秒経過。さあ藤原選手はまだトップ諦めてないのか。 1.4 秒、間に岩井選手を挟んでトップ争いです。ちょっとミスター望月選手。さあそして広瀬選手が一差を捉えるのか。ぴったりです。操縦台の前、黄色対白ブルーです。さあクリーンなレースお願いしますね。後癖でないようにお願いいたします。気持ちよくみんな帰りましょう。4分45秒になる。さあ広瀬選手が0秒4、もうどっからでも行けるという距離感。おお、おお、内側か、おっと2台絡む。さあ一さん今度は、おお一さん負けられない。さあ大時計5分になる。さあ最新のトップ3、望月、藤原、広瀬です。一さん後ろからトップ、ありがとう。さあ藤原選手はトップまで2秒2です。5分20秒経過。おわ、藤原選手が再び近づいてくるが、2秒2の差だったがちょっとミスった。危ない。5分30秒経過。おっと広瀬選手か。おとととと、これはまた3番手が入れ替わったんじゃないか。市村選手が3番手、勝ち上がりラインにドラマが起こる。さあただね、広瀬は後ろから2番手来てます。藤原選手です。さあ黄色のマシン、市村選手が再び3番手、勝ち上がり決めるのか。さあ一さん後ろからね、2番手の藤原選手が来ています。タイム少ないところで生かしてあげたい。6分10秒経過。広瀬さん落ち着いて落ち着いて。さあ望月、藤原、市村、広瀬、岩井の順です。6分20秒経過。はい、さあ一さんはトップ行かせました。あ、2番手行かせました。あとこれについていく作戦。残り90�秒。さあ3番手争いが37周目に入っています。38周目残り7周です。3番手争い。さあ一方藤原選手が再び望月選手を捉えるのか。1秒差。さあ A メインの6番手スタートをかけた戦いが行われているコース上、望月選手と藤原選手、差が縮まってくる。さあ岩井選手が飛んでいる。
さあそして広瀬選手も来ます。クリーンなレースでお願いします。7分10秒です。さあ岩井さん、来ます。3番手4番手をねバトルしながら来ます。おっと、さあ伊さんも落ち着いていこう。さあ残り時間が30秒、トップ争いも近い。おお、伊さん、さあ再び広瀬選手が3番手浮上。残り時間が20秒、3番手争いがあと2周あります。さあトップの2台、ごめんね岩井さん、ありがとう。45周から46周に入っていったトップ争い、これが最終周です。さあ広瀬選手はどうなんだ、もう1周あります。市原選手もこれが最終周、ここで8分。望月選手逃げ切った。藤原2番手、さあ最後勝ち上がり広瀬選手が滑り込んできました。1さん残念、4番手。勝ち上がりは望月、藤原、広瀬選手の3選手です。はい、それでは今の3選手は勝ち上がりの準備をお願いいたします。はい、今度は JM の B メイン決勝になります。はい、今走った方はマーシャルです。 A メインの準備、忙しくなる方は代理を立ててください。はい、それでは、予選の成績順で立ち位置登ってください。藤見選手、その次は有森選手、青木選手、山さん、駒田選手、諸橋選手、天沢選手、コースオープンしています。ジェームストックの B 面決勝レース、今走った人はマーシャルです。 おえんさん今余裕ある？いい？ごめんね、藤原さん今勝っちゃったから、うん、もう勝つ。ああ、はい、伏見さん OK。 これもうさ、スタートライン消えてない、大丈夫か。あと駒田さんで全車 OK です。はい、全車 OK です。ストレートも止まってます、ストレート止まってます、ご注意ください。それでは並べてください。一番前、伏見さん出てきて。伏見さん、はい、岩井さんのとこまで。伏見さんもっと前、もっと前。はい、2番手有森選手、3番手が青木選手、4番手山さん、5番手が駒田選手、6番手諸橋、7番手天沢選手、7番手の B メイン決勝、こちらも上位、3名がこの後 A メインに進出です。照明ついてるでしょ？ついてない？すみません、ちょっと暗いので照明をつけようかって言ってるんですけど、電気が切れちゃうのは怖いな。まあ計測は止まらないけど、いや大丈夫？本当？じゃあ広瀬さん、ごめん、電気つけてって、もうフルにつけてくださいと。あ、本当？うん。まあ今過激な充電などしてる人はねいないと思うんでね、お願いしますね。はい。はい、ここスタートの練習ありません。もう本番でいきます。それではジェームストッククラスの B メイン決勝レーススタートします。さあ有森選手が抜群のスタートを見せる。おお、伏見選手、さあただ2台が絡んでくると、さあ有森、伏見、そして青木、山さんが続く。さあ山さんが2番手だ。3番手が誰だ。さあもう一回見ましょう。有森選手はトップです。2番手に山さん、そして3番手に伏見選手、諸橋が4番手、青木、山沢、駒田選手の順か。あれ、駒田さんは、駒田さんはね、駒田さんどこ行った。あ、いや、ダメだった。
さあトップは有森選手、ただね3番手の諸橋選手がファーストストを刻んでいます。8秒88、これね8秒台は3番手の選手だけです。さあ今勝ち上がり権利は有森、山さん、諸橋、この3台。伏見選手がここでファーストスト、伏見選手8秒865、諸橋選手まで2秒4です。さあ増田選手10秒0、有森選手が9秒05マーク。さあ有森選手はねもうペースをコントロールしている可能性があります。2番手山さんともかなりの差をつけているように見える。トップ争いは2秒7、そして諸橋選手が 1.5 秒で3番手、伏見選手が 1.9 秒で4番手です。さあ以下甘さは青木選手と続く。山さん9秒04ベスト2番手です。トップまで2秒7。さあ注目は伏見選手です。4番手、この選手がファーストストを叩き出しています。青木さん申し訳ない、ありがとうございます。青木選手は現在6番手走行中、甘沢選手を追っています。さあ伏見選手もう前に見える、あーここで3番手転倒、勝ち上がり順位が変わった。伏見選手はこれで3番手浮上、山さんまで2秒。さあ青木選手後ろから4番手が来ます。そして諸橋選手の後ろから来るのがトップ有森選手です。16周目、山さん2番手3秒差、3番手伏見 1.5 秒。天沢さん後ろから2番です、ありがとうございます。続けて3番が来る、ありがとうございます。2分30秒経過。さあ伏見選手がまだ上を狙っている、山さんを捉えるか。最終試験員から抜けてくるこの2台、前が山さん、後ろ伏見選手、2番手争いです。おお、山さんこれ生かした可能性がありますね。さあ伏見選手が2番手に浮上、トップまでは2秒1です。そして諸橋選手は勝ち上がるまで3秒9、3分経過。さあ有森選手が快調にレースを引っ張っている。2秒後ろに2番手伏見選手、3番手山さんが0秒48、諸橋選手が3秒8、諸橋選手はちょっと間を詰めてこれない。天沢さんありがとうございます。今行かせてくれたのは4番手諸橋選手です。天沢選手は今5番手走っています。6番手が青木選手、3分30秒経過。さあ山さんはねやっぱり伏見選手生かした後ずっとぴったりくっついてますね。差が広がってないです。さあ伏見選手はトップまでどこまで迫れるんだ、今のところ2秒差です。さあ小時計、折り返し地点を経過しました。トップ3は有森、伏見、山さん、諸橋選手が若干だが山さんに近づいてきている。3秒です。諸橋選手はね前の前走っているのが勝ち上がりの3番手です。4分20秒経過。さあ天沢さん後ろから2番が来ます、ありがとうございます。難しいところ。4分30秒経過。天沢さん今度3番手が来ます、ありがとうございます。すみません。さあ諸橋選手は山さん距離詰めてこれない。3秒0から3秒1、あ山さんちょっとミスった。さあ間に青木選手を挟んで勝ち上がり対決、その差が2秒3、若干縮まりました。山さんちょっとミスだった。一方トップ争い気がつけば近い近い。さあ潰し合いだけはしないようにした方がお互いのためです。さあ伏見選手0秒1前の周、天沢さんごめんなさい、ありがとう。さあ青木選手がベスト9秒05、現在このヒート5番手に浮上してきている。さあ山さん視界に4番手諸橋選手が入ってきているのが、コツコツと小さい密を重ねる勝ち上がり対決が差が1秒1です。山さん間もなく最終試験に入ってくる、これが3番手、そのすぐ後ろに諸橋選手が来ている、その差0秒86、5分45秒経過。
トップは有森選手、伏見選手1秒1候補。さあ、正さん後ろから来ます。3、4が来ます。ありがとう、すいません。さあ、6分経過、残り時間2分です。ただ山さんここで覚醒しましたね、生き返った。差を詰めさせない。残り時間2分を切っている。浜沢さん今度2番が来ます。ありがとう。さあ、モアス選手がもう前に見えている。クリーンなレースでお願いしますね。6分30秒になります。残り時間90秒。さあ、トップ争いの2台はあと10周です。山さんもどうなんだ、守りきらー、モラス選手がミスった。青木さんごめんね。6分40秒経過。さあ、モラス選手はもう一回入れ直し、ただボディがちょっとずれてるかな、モラス選手。あと、あ、止まってしまった。あれは2番手の清水選手か。あ、大丈夫だよ。あ、中だったのね。あ、はあ、よかったよかった。さあ、大時計は7分になる。有森、山さん、清水、このトップ3変わってません。モロハシ選手が1秒。さあ、山さんがそうか、前に出たんですね。清水先生が3番手。今度はモラハシ選手で追われる立場になっている。この2人は2人ともリファレンスですね。まずいなこれ、まずいな、これ。2分残り40秒です。さあ、モロハシ選手は元気が出てきた。もう前に見えます。勝ち上がり30秒。天沢さんごめん、もう一回来ちゃう。おお、モラさん、しょうがないね、今もう果敢に攻めた結果です。残り間もなく15秒。有森選手、山さん、そして藤見選手が3番手、守りそうです。残り10秒。残りが5秒。さあ、OK、ここで8分です。青木選手5番手、天沢さん6番手、山さん2番手、諸橋4、有森1、藤見選手が3番手でゴール、全者ゴールでーす。勝ち上がりは有森、山さん、藤見選手でーす。準備お願いします。ね、すごいんだよ。あとは2、ね、はい、決勝は、決勝はいいよね、そう、払わなくてね。そうそう、うん、ただあと人間ですよあとね、目が見えてないんですよ、もうあの辺噛んで走ってる、うん、そうそう、見えなくてぼやーっとしてて。はい、それではこの後モディファイの B メイン、これ大丈夫、あ、大丈夫、それは 音スタート、ここで流してる。はい、それでは、成績順に立っていただきます。まず斉藤志郎選手です。その次は堀選手、池谷選手、長谷川選手、田中選手、岡山選手、最後山友さんです。それではコースオープンします。じゃあさ、それでこれ、あの、また6、7、8の、あなたも入ってる、俺もか、うん、はい、本田選手は OK です。勝ち上がりを決めた選手、アンケート書いてください。こちらの方に紙が置いてあります。勝ち上がりを決めた選手はアンケート書いてください。 A メイン始まる前までにね、書いていただければいいです。立ち上がりを決めた選手はアンケートです。はい、あ、そう、並べます。一番前、斉藤選手、もっと前、駒田選手のとこです。はい、2番手堀さん、3番手池谷選手、4番手長谷川選手、5番手ヤッキー選手、6番手岡山選手、最後尾から山友さんがいけます。
そう、あの7台なんで、うん、1個詰めます。はい、ありがとうございます。さあ、それではいきます。モディファイドクラスの B メイン決勝です。本番です。それではスタートします。はい、フライングありません。さあ、上位陣はスムーズなスタート。さあ、一番一周が早かったのは池谷選手です。9秒1で入ってきた。さあ、トップ3は斉藤志郎、堀、池谷選手、長谷川選手が4番手、岡山、田中、山友です。さあ、斉藤選手がミスター、順位が入れ替わります。堀選手、池谷選手、そして長谷川選手が3番手、4番手岡山、田中静雄、斉藤、山友です。30秒経過。さあ、堀選手がレースを引っ張る形になっています。5周目からまもなく6周目。さあ、池谷選手が堀選手をかわしてみせた。トップです。池谷、堀、長谷川、4番手岡 P 選手、斉藤、志郎、田中、山友。さあ、1分経過です。いや、斉藤志郎選手がファーストテスト8秒230をマーク。すごい勢いで岡 P 選手を追い上げている。4番手の斉藤志郎選手です。さあ、一方トップは黄色一色、池谷選手、堀選手が1秒3後ろ、長谷川選手が0秒3、岡山選手、勝ち上がりまで 1.5 秒、斉藤志郎選手が2秒1です。さあ、岡山選手が長谷川選手とバトルをしている。これが勝ち上がり対決です。長谷川選手、現在3番手、岡山選手が追い上げます。堀、長谷川、岡山、2、3、4が近い。操縦台の前の3台、その後ろから斉藤志郎選手がファーストテストを出しながらやってくる。8秒154、斉藤志郎選手。さあ、山友さん、ごめんね、ありがとう、ありがとう。さあ、池谷選手は、余裕でトップです。2番手堀選手に2秒7の差をつけている。大変なのは2、3、4、5です。呪術つなぎ、堀選手を先頭に長谷川、岡山、斉藤志郎選手が続く。2分15秒経過。山友さん、9秒11ベスト、7番手。2分20秒経過。山友さん、9秒05ベスト。さあ、まずは長谷川選手が堀選手に仕掛けるか。ここは2番手争いです。2分30秒。はい、ヤッキーさん来ます。もうね、2、3、4、5まで来ちゃう。はい、ありがとうございます。2分45秒経過。さあ、そして斉藤志郎選手が岡山選手をパスしています。4番手浮上。さあ、2、3、4がぴったりです。やばい距離です。3分経過。山友さん、9秒03ベスト。さあ、堀さんが守っている。山友さん来ます。2、3、4。3分15秒経過。ありがとう、山さん。さあ、斉藤志郎選手はちょっと間を空けて見ているのか様子を。今3分30秒経過したところです。さあ、志郎選手ちょっとミスター。岡山選手が再び前に出ます。岡山選手、4番手。さあ、現時点勝ち上がりの権利は池谷、堀、長谷川です。さあ、志郎選手が再び岡山選手をパスして4番手、前2台追います。折り返しの4分になる。ヤッキー選手はマシンを止めたか。止めましたね。コース上が6台。さあ、黄色一色の池谷選手、ペースが落ちてきてるんじゃないかという情報、明らかにそうですね、堀選手。おっと、トップがミスった。さあ、ワン、ツー、スリー、フォーまでが来るのか。4分20秒経過。さあ、長谷川選手がまず堀選手に再び仕掛ける。志郎選手も近い。1、2、3、4が2秒3の中に入ってます。4分30秒経過。
好投、梶原選手、いや守った守った、順位は変わっていません。さあ堀選手は前に見えます、トップ黄色が池谷選手です。ただ池谷選手もタイムを戻してますね、8秒台が出ているようです。5分経過、残り3分。さあ再び長谷川選手が来る、2、3、4。5分10秒経過。さあ斉藤志郎選手も来ます、長谷川選手すごいとこ走る。5分15秒経過。おお守った。さあ山本さん後ろからトップです。さあこれで斉藤志郎選手が前に出たか、2番手3番手長谷川選手は譲った、堀選手が3番手です。岡山選手5番手山本選手が6番手です。5分30秒経過、まだ時間あります。さあ堀選手が3番手です。そこまでが勝ち上がりライン、池谷、斉藤志郎。おお、さあトップに斉藤志郎選手が近づいてきている。ああ何やってるんだ。さあトップが変わっています、斉藤志郎選手。さあ堀選手がそして2番手、さあ岡 P 選手が、いや長谷川選手が前なのか、整理します。池谷選手はずるずる落ちていく。6分15秒経過、トップは志郎選手、堀選手が2番手、3番手が岡 P 選手です、4番手が池谷選手、長谷川、山本の順、残り90秒。さあトップ3、斉藤、堀、岡山は2秒8間隔で走っている。4番手長谷川選手がレース後半、岡山選手まで7秒8です。池谷選手は操縦台を降りていく、残りが5台です。さあいろいろありましたが志郎選手、最終的にはトップに立っています。47周目から間もなく48周目に入る。トップ3は全車54周予想です。残り時間ちょうど1分。堀選手が2番手、トップまでは5秒8、岡山選手が3番手、堀選手まで2秒。そして勝ち上がりをかけた長谷川選手は前まで5秒6。さあ岡山選手が2番手浮上、3番手堀選手です。残り時間30秒。さあ斉藤志郎選手はもう高みの見物か、堀選手は今3番手守っています。長谷川選手が来ているが4秒3の差、残り15秒。さあ堀長谷川の勝ち上がり対決はもう1周あると思います。残り10秒。山本さん来ます。さあ長谷川選手がもう目の前に勝ち上がりが見える。ここで8分です。岡山選手ゴール、斉藤選手ゴール、山友さん、堀さん、長谷川さん、最後攻めたが4番手でゴールです。勝ち上がりは斉藤志郎選手、岡山選手、堀選手です。はい、それでは斉藤志郎選手、岡山選手、堀選手は、アンケート書いてください。 A 名の準備もお願いします。さあこの後17時45分から A メイン決勝レースです。 A メイン決勝レース17時45分からです。はい、JM プロステップ
キンクやのって書いてみるか。マップ読むんじゃん。マップ、マップ読むんじゃん。商品だって言って持ってきてくれたんだけど、どうやって座ろうか、友人の人にあげるとかそういうの。何が何か。モンテック。そう。マッカー経由のモンテック。じゃあ、最後ですね。じゃんけん。はい。これさ、次 A メインの決勝の A メイン決勝のさ、マーシャルともう一回モディファイの試合なんだ。あ、違うか。今 B メイン走ってた。B メインの誰がやるんだ。B メインモディファイ。でも7人で3人前から4人しかいないのか。藤原さん今日カメラって持ってきてんだ。ある。あ、よかった。じゃあ最後綺麗な写真お願いします。あれ表彰状渡したいだよね。表彰状まだもらってないよ。 あれ、あっちだ。あ、うん、45分です。なんで今日落ちたのかな。ファミチャレで50人来たって落ちなかったの。今日30何人ですよ。30何人ですよ。なんだか38人。過激じゃない、あれじゃないの、電流が高いんじゃないの。やっぱやるんだ。あ、でもあったくなんないけど、やっぱそっちの方がパンチ出ます。いや、じゃなくて単にさ、あ、時間がね、リフェってさ、2200だから電流低いんだよ。あ、そういうことね、1位で、うん、そういうことか。で、こちらなんて8アンペアか7アンペアやっちゃうから、普通になんていうの、7.4V の3600とかだと、あ、そういうことか。だと4アンペア、5アンペア流すじゃん、うんうん。で、一人がそれを2つとか使うじゃない。それでじゃない。リフェだったらだって。マップ、鉄の掟にじゃあ、充電は1系統までちょっと付け加えちゃうから。だんだんでも鉄の掟が増えていっちゃう。増えていっちゃう。うん、口うるさいなって言われて。うんうん、それは、電源持ってないんだ。そうそうそう。だから、ああいうポットとか電子レンジ使う用の発電機買おうかなと思って。ポットなんか使うもんね。そう、で結構いるんですよ。カップラーメン、カップラーメンとか、あのガスコンロ、コーヒーとか。あ、そっか、ガスコンロ、ガスコンロ、カセットコンロのガスコンロ。ああ、使ってたよ、だってなんか。やかん持ってたもん。そうだよね、うん。その都度お湯沸かすのめんどくさい。あ、そっか、それで沸かして、ポットで保温で持たせておけばいいのかな。それだって電気食わないもんね。そうだね。ガスコンロか。やべ、俺携帯がないぞ。携帯があった。上がれずです。ハヤさん見せたものの。
最後ピンボール状態だったな。最後ピンボール状態だったな。お腹も人だったよ。バンバン。あれは堀さんに当てちゃって、待ってる間に。いや最後の締め、最後の最後の。あれはもう狙った。うん、もう言ってた。あれはもうやるしかないもん。そう。やるしかないです。攻めすぎた。まあしょうがない。だってあのままじゃ勝ち上がれないしさ。決勝のってどっか出てます。B メイン。これね。どのぐらいタイム出たの？結果どうですか？あ、二番手が出てんだな、まあ、堀さんにずっと50何周付き合っちゃった、俺。そうですよね。全然、だから俺の方が早いんだよ。そうそうそう、ついて余裕でついていくんだけど。クリーンなレースをしなければいけないからね。で、全然当てる気なかったから、すごい失速が当てちゃって、結局しょうがないから、じゃあ、まあ、元へ戻してそう、あそこで。あそこで譲ったらもう、そうそうそう、またもうここに拾って、もうここに拾って、その後2、3周全然走んなくなっちゃって。後半戻ったけどね、割と。あ、でもこれか。有給量の遅りすぎだな。タカシが一周拾ってないんじゃないのとか言うから、順位は合ってると思うんだけど、でもここに19周がある、19秒がある。19秒だと8秒台になっちゃうよ。でも10秒と9秒だから9秒、9点。まあいいや、どうでも。高橋はなんか、小沢さん3位でしょとか言って、いや、拾ってん、あれだ、拾う、あの、うん、いや、いいんじゃないの、多分合ってると思うんだけど。ビデオには撮ってあるんだけど。うん、いや、別にいたんですよ。ここで、これは飛んだ瞬間かな。でも、この前があると思う。まあ大丈夫、最後、うん。この辺が見たかな。ずっとランデブー走行でしょ。だって堀さんに付き合ってるんだから、ずっと。もうちょっと早く走れるんだけど、ぶつけるわけにいかないから、持ち上げるわけにいかないから、なかなかミスんないし。うかうかしたらオカピーにも行かれてしまった。あ、これ貼っちゃって、それとも。あ、藤原さんに聞いてもらいます。藤原さん、これ貼るの？あ、いらない、いらない。あ、貼らないけど。これ芝とこに入ってない？はい、ありがとうございます。これがだいぶ冷えたね。はい、ありがとうございます。さんにほぼ付き合ったじゃあこれで完成か。3、4、5、これを逆に見せないといけないから。はい。来た、誰か来た。おかおかぴーさんが来ましたよ。はいはい、ありがとうございます。おかぴーさんが7、え、山口まさき8、7、山さん、ライター。あと、モドの6が、6番が、山さん、今書いてる。はい、モドの6番がない。モドの6は堀さんじゃない、違うな、斉藤志郎選手かな。あ、志郎さん、志郎ちゃん、さあ、 A ビン決勝はこの後15分後、45分スタートです。
い、山さん、はい、ありがとうございます。これが7、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとライスですね。